はい。みなさん、こんにちは。ジェイと申します。今日は定期テスト対策で、ものの哀れの論ですね。源氏物語、玉のおぐし、見ていきたいと思います。さて、物語は、ものの哀れを知るを胸とはしたるに、ってなってますね。完了、存続の助動詞のたり、ですね。そして、意味としては、物語というのは、ものの哀れを知ることを趣旨とはしているが、という感じですね。まあ、存続で取るのが綺麗かな。その筋に至りては、 その物語の筋立てに至ってはですね。呪物の教えには背けることも大きいぞ歌詞ですね。官僚存続の助動詞の理ですね。左辺の未然形、四段の依然形に接続するので、左辺の未然形はせ、四段の依然形はえとなるので、せーて、えーというね、えの音にくっつきます。そむけーというね、えの音にくっついてますから、官僚存続の助動詞の理というふうに取りましょう。 儒教や仏教の教えには反することも多いものよというふうになってます。なので物語というのは物の哀れというのを知るのにはいいんだけども儒教や仏教の教えには反することが多いのだというふうに言ってるんですね。で、そう。 それはですね。まず、人の心のものに関ずることにはというふうになってます。この脳はね、格助子の脳なんですけども、格助子の脳って意味用法が5個あって、主角、連帯就職角、連用就職角、順対角、同角というふうに5個あります。で、訳としては、が、の、で、のもの。 のようなとかっていう風な感じの役になるんですけども、ここはね、主格のがという風に取ってあげるのが綺麗かなと思います。それは、まず人の感情がですね。物事に動かされることとしてはという感じですね。善悪、邪性、様々ある中にですね。善悪、邪性ですね。だから、いいことや悪いこと、よこしまないことや正しいこと、様々ある中でですね。 断りに、たがへるですね。官僚存続のりですね。たがへーというね、えーの音にくっついてますから。には、漢図、まじきですね。ここは禁止で取るのが綺麗かな。 わざ、なれ、ども、なれ。これは断定の助動詞のなりになります。わざっていう名詞にくっついてるんでね。なので、訳としてはですね、道理に反したことには感動してはいけないものであるが、という感じですね。だから、儒教や仏教の教えでは、当然道理に反した人の道を踏み外したようなことに感動してはいけないものではあるのだが、という感じですね。心は我ながら我が心にも任せない ぬ、打ち消しの助動詞のずですね。ことというね、名シンクついているので、えー、打ち消しの連体形ですね。ず、ず、ず、ぬですね。連体形。 感情は自分でも自分の意のままにならないことがあって、おのずから忍びがたき不死ありてですね、自然と抑えがたい時があってですね、感じることあるものなりというね、断定の助動詞のなりですね、心動かされることがあるものであると言ってます。 で、ここ、ちょっと防線引いてますけども、このあたりですね、結局何が言いたいのかというふうに解釈の問題が聞かれる可能性があるので、もし解釈が聞かれたらですね、 心を抑えきれず、人の道から踏み外す、あるいは外れるということもあるのだということを考えてください。なので、まあ、人間の心ってね、えー、そんな簡単に理性とか、道理、そういうもので割り切れるものじゃないんだというようなお話ですね。現氏の君の上にて居幅ですね。これで仮定表現になってます。現氏の君のことについて言うならばですね。未然形プラスバーは仮定で取りましょう。なので、今説明 説明したことを実際に具体例を挙げて言おうとしているという形ですねなので何の例として挙げられるのかというふうに問題で聞かれる可能性があるので実際にね 物の哀れを知ってはいるんだけども、自分の心が抑えきれず、いわゆる儒教や仏教の教えというところから外れる、人の道から踏み外れるようなことの具体例として、源氏の話を持ってくるという感じですね。うん。確かに光源氏であればですね、実際に道踏み外してるようなことがもう死ぬほどありますからね。行きましょう。うつせみの君。 おぼろづくよの君、そして藤壺の中宮、などに心をかけて愛たまへるですね。尊敬語を使ってますね。尊敬語は主語を高めます。で、ここ、字の文ですから作者から光源氏が今主語になってるので、光源氏に対する尊敬語ですね。で、官僚存続の助動詞のリート、たまへーっていうね、えのノートにくっついてますからね。 なので、富士壺の中宮などに心を寄せて、ちぎりを結びなさった、つまりね、にャほにャほしたということなんですけども、これね、これ3人とも実はなかなか、今やったら完全なる犯罪行為みたいなことになるんですよ。まず、うつみの君というのは、もともと人妻でした。だから人妻 NTR なわけなんですよね、えー。完全にちょっとね、いわゆる寝取ってしまったという女性が一人。 で、おぼろづくよに関してはですね、非常に身分の高いお父さんがいて、光源氏のことを嫌いな、古記念の女吾っていうね、えー、女性がいたんですけども、その女性の、いわゆるね、関係者の女の子なんですよ。で、そのおぼろづくよをですね、えー、いわゆる、まあ、あの、無理やり、無理やり、やっ、うん。 というね、にゃほついてしまったという感じなんですよね。えー、だからちょっと完全にね、えー、まあ、あなたは、いわゆる強制わいせつ的な感じになってくると。で、藤士坪に関してはですね、お父さんである桐リツの奥さんだったので、これもね、人妻 NTR なんですけども、もう完全にね、やらかしたなっていうね、もうこれはもう犯罪も犯罪という感じになりますけども、天皇陛下の奥さんを奪い取るというね、もう無茶苦茶ですよね。 なので、いわゆる人の道を踏み外したという具体例になってるんですが、呪物などの道にて言わんにはですね、仮定表現を使ってます。儒教や仏教などの道義で論ずるなら、この上もない。世に上もなき 意味自由不義、悪行なればですね。断定の助動詞を使っています。助動詞の無っていうのは、意味用法で言うと、推量、意思、家庭、勧誘、遠極適当という風うにあるんですけども、その中で、助動詞の無っていうのが後ろに天とか助詞がくっついてる場合というのは、家庭で役を作る可能性が非常に 強いので、言わんにはのところね、ムーの後に庭みたいな感じでくっついてるから、家庭で取ってあげるのが綺麗ですよと。ひどい、不義、悪行であるからというふうになってます。なんで、この光源氏の諸行というのはですね、儒教や仏教の道義に当てはめると、とてつもない悪だということになるんですね。 他に、いカばかりの良きことあらんにてもですね。このムーもさっきと同じですね。後ろに女子を伴っているので、家庭という風うに取れます。 他にどれほどの良いことがあろうとしてもですね。逆説過程でとっているという感じです。良き人とは言い方かるべきにですね。まあ、推理の助動詞ととってあげればいいんじゃないでしょうか。光る原子を良き人とは言い難いはずであるがという感じですね。この良き人というのは、この儒教や仏教のね、えー、道から外れないというね、人として良いという感じなんですけども、それは良い人とは言い難いですよね。それはね。うん。その不義 悪行なるよしおばですね、うん、断定の助動詞ですそれが不義悪行であることを 差しも立てては言わずして打ち消しですね。取り立ててですね。えー、言わずに。ただ、その間のものの哀れの深き方をですね。ただ、そのね、まあ女性との出会いであったりとか、こう胸を焦がすようなね、情熱的な恋愛というもの。そういうのを哀れと、深いなぁ、ものの哀れが深いなぁ、ということを返す返す書き述べてですね。繰り返し書き連いて。 源氏の君をは胸と良き人の元としてって書いてますね。源氏の君をもっぱら良き人。まあ、これは物の哀れを理解する素晴らしい人ということですね。の手本としてです。良きことの限りをこの君の上に取り集めた。官僚の女としてですね。良いことの全てをこの源氏の君の身の上に取り集めたのは これ、物語の概ねにしてですね。これが物語の本誌であって、その良き足きは呪物などの文の善悪とですね。その物語での良し足しというのは、儒教や仏教などの書物の善悪とは、変わり、 あるけじめなりですね。断定の助動詞使ってます。とは違いのある区別なんですよ。というふうに言ってます。なので、ここ解釈の問題が聞かれるかもしれません。問題としてね。え、これ何を言ってるんですかって言われたら、光源氏というものは、ものの哀れを理解はしている素晴らしい人間ではあるが、その儒教とか仏教というのに当てはめると、まあ、無茶苦茶な人間であるということになるので、 良きという表現がですね、儒教や仏教の中での良き。つまり、えー、道理を守るというような人である。そういうのと、また別なんだということですね、えー。非常に物の哀れを理解した素敵な人というふうに取るのが物語の方ですよと。いいでしょうか。だから物語と儒教や仏教では善悪の区別というのが違うんだという話ですね。さりとて、 まあ、そうであるからと言ってということですね。かの類の不義を良しとするにはあらずですね。これ、断定の助動詞のにです。にやにかあらむのには断定というふうに取ることが多いので、にの後に助詞が来てありっていう言葉がくっついてると、断定の助動詞なりの連用形というふうに取ってあげれば OK です。 で、打ち消しの助動詞があるので、光源氏が犯したような種類の不義を良いとするのではないよと。まあ、だからといって光源氏のやったことっていうのがいいというわけじゃないよってことですね。 その悪しきことを今ら言わでもシルクですね。言わずにという感じです。で、ここちょっと問題でね、現代語訳が聞かれたりするかと思います。シルクというのは形容詞、印でね、明らかだとか明白だという意味で使うものになるので、 そのね、光源氏の所業というのは悪いことであるというのは今更言わなくても明らかでですね。そゃそうですよね。人妻 NTR はもうよくありません。ね。えー、しかも強制わいせつよくありません。当たり前ですよね。そんなことは言わなくても明らかだと。去る類の罪を論ずることはですね、そのような種類の罪を論ずるということは、おのずからその方の文どもの世にここらあればですね。 自然とその方面の書物が世の中にはもう非常に溢れているので。 物、投機、物語を待つべきにあらずですね。まあ、あ適当とかの方がいいかな。で、断定の助動詞なりですね。さっきと同じです。2の後にありっていうのが来てるので、断定の助動詞なりの連用形というふうに取ってあげると。で、打ち消しの助動詞図やから、善悪、邪性を論じるには縁遠遠道物語に来て期待するべきではないですよっていうことですね。だから、光る氏が悪いというのは別に物語を、まあ 待たなくても頼りにしなくてもみんなわかるでしょっていうお話をしてるわけですね。物語は呪物などのしたたかなる道のようにですね。物語というのは儒教や仏教などの厳格な道理のようにですね。迷いを離れて悟りにいるべき…うん。 ま、水量でいいかな。ノリにもあらずですね。に、これ断定の助動詞ですね。にの後にありというのが来てますからね。打ち消しの助動詞の図。だから、迷いを離れて悟りに入るはずの教えでもなくですね。 また、国をも家をも身をも治むべき教えにもあらずというふうになってますね。これも水量の助動詞に断定の助動詞打ち消しという形になるので、国をも家をも自分自身をも治めるはずの教えでもないと。ただ、世の中の物語なるがゆえに断定の助動詞です。ただ、世間の物語である。だから、 猿筋の善悪の論はしばらく差し置きてですね。そのような方面の善悪の議論というのは少し置いといてですね。猿筋っていうのはどの筋ですかと言われたら儒教や仏教のということですね。差しも関わらず打ち消しですね。それほどこだわらず。 ただ、物の哀れを知れる方の良きですね。官僚存続の助動詞の理ですね。指れーというね、えの音がくっついてますので。なので、ただ、物の哀れを理解している方面が良い,いことですね。これが光源氏のことです。物の哀れというものを光る源氏は非常に理解しているというね。そこを取り立てて良しとはしたるなりですね。官僚存続の助動詞に断定の助動詞です。 なので、特に取り上げて、光る現時のことを良しとはしているのであると。この心映えを物に例えて言わば、言うならばですね。今、自分が喋ったようなことですね。これをですね、物に例えて言うならばというふうになってます。一体何が例えられるのかというのを考えておくようにしましょう。この辺もね、ちょっと問題として出る可能性が高いかなというふうに予想してます。 蜂蜜を植えてめでんとする人のですね。このムーンは意志で取るのがいいでしょうね。蜂蜜を植えて目でようとする人がという感じですね。濁りて汚くはあれども、濁って汚くはあるが、ひじ水をたくふるがごとしですね。うん、卑怯のごとしです。泥水を蓄えるようなものだと。 物語に不義なる恋をかけるもですね。不義である恋をかけるもですね。書いているのもというね、官僚存続の助動詞の理です。物語に不義の恋を書いているのも。 ですねその濁れる肘をめでてにはあらずですね。その濁っていたあるいは濁っているですね。まあ存続でもいいかなと思います。めでてにはあらず。探偵の助動詞ですね。打ち消し。その濁った泥をめでようとしてではなくてものの哀れの花を咲かせん。 白ぞかしという風になってますね。咲かせようという詩役。そして婉曲ですね。後ろに白という名詞がくっついているので、 ムーの後に名詞がくっついてると婉曲で訳すのが綺麗なことが非常に多いです。ものの哀れの花を咲かせるような材料なのですよというふうなお話になってます。なので、蜂酢を植えました。で、その蜂酢を育てるためには濁って汚いものやけども泥水というものが必要になる。その泥水の中に非常に美しい花というのが咲く。 だから物語というのはその美しい花の部分を見ていくことになるわけですよね。ものの哀れの花ですから。ほんじゃ、その泥水の部分はっていうと、いわゆる不義な部分ということになるわけですよ。そうしたら、このね、花を育てようとしてる人っていうのは、花が 美しいから好きなのであって、泥水が好きなのかと言われたら別に泥水は好きなわけではないんですよ。汚い、ひどい、ダーティーなことだなというふうには思うけども、物の哀れというところに注目をして、その部分だけを着目する。それが物語なんですよというふうなお話をしてるわけですね。よろしいでしょうか皆様。はい。ということで、物の哀れということについての考え方をですね、源氏物語というのを使って解説しているという 源氏物語玉の,串の部分になります、えー、皆さん、しっかり理解できたでしょうか定期テストのね、勉強の参考になれば、高評価、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いいたします。皆さん、テスト勉強を頑張ってください。古文はエンタメだし。バイバイ。まあ、やっぱり、光源氏、悪党として描かれるわな。うん。あいつ悪党です。<laughs> バイバイ。